エフタークラングは2000年12月に結成されたデンマークのバンド。エフタークラングとはデンマーク語で記憶、影響を意味する言葉である。バンドは2000年に中心人物の4人によってコペンハーゲンで結成された。以降、その4人とライブメンバーとしてオーケストラを用いるロックや エクスペリメンタルロックをライブで演奏するときに参加する常連の3人かそれ以上の人員で構成されている。2007年まではルネムルガードも加入していた。彼らは作品をイギリスやアメリカ合衆国を活動拠点とするリーフレーベルだけでなく自ら運営するレーベルであるルームリケットでも発表している。このレーベルには他にもグリズリーベアやアミーナ、カコイ、 エリック・レバンデル、カマイナ、スララ・フエンレン、タクシー・タクシー、キャノン・ブルーが参加している。エフター・クラングは、レコーディングに、多くのミュージシャンを迎えて、作品を作っている。また、彼らは、カリーム・ゴーギやトバイアス・ストレッチ、アンダース・モルゲン・ターラー、カロリナ・メリス、ジェレマイア・ザガーのような映像作家による、大量の数のミュージックビデオ作品をプロデュースしている。 バスハンニバルに所属するナンナバスは、エフタークラングのワンサイデッド LP やアンダージャイアントツリーズ、パレーズのアートワーク、またミラドールのミュージックビデオを担当したが、その主導者として、喝采をもって迎えられた。エフタークラングの2007年10月に出された2枚目のアルバムであるパレーズはいくつかの賞を受賞したり、候補に上がったりした。 2009年4月には、イギリスの音楽、ファッション雑誌のクラッシュにより、2005年4月から2009年4月までに、発売されたアルバムの38番目のベストアルバムに、選ばれた。デンマーク語で、宇宙ロケットを意味する。ありがとうございます。